3800円。この間が一緒だ。3800円。いいね。だってこの子で気をつけてないともっと増えちゃったりしたことありますよね。4.1 になります。脂肪なの。去年のまたちょっと夏あんまり暑くなるとお散歩行けない人がいるとちょっと太っちゃう。去年の今頃4キロです。そうですよね。じゃあちょっと診断しますか。朝ごはん食べてきてます？食べてきてます。はい、カットの形は言いました？この間と一緒で大丈夫。なんかこう産毛みたいなのすごい多いんですね。こう。ダメ。野生が伸びてきちゃうね。すいません。固まってる。これ削られてる。なんか。ご褒美あるよ。これ舐めましたっけね、この子。歯磨き大好きです。大好きですよ。すみません、これあげようか。歯磨きしないで。どう？舐める。何が？大好きじゃなかったの？セラちゃん。セラちゃん、ほら、やっと舐めた。大好きなんだけどね。顔見せないね。足が綺麗だね。これはヒアルロン酸と芳酸が入ってます。まあ、メンチという潤いはない。はい、こっちの。匂わない、いいね。デンタルケアは、やってます。それぐらいでやってくださいね。結構、メンチアダックスね、なんだっけ。なんか、この子の、この子の左磨くのは磨きやすいんですけど、うん、右を磨いてるとすごい嫌がるんだけど、なんでだろうな。もちろん、じゃあ一回磨いてやってみていいですか。はい、先生、ちょっとこっち向いて。デンタルケアやらしてくれる？これはちょっと刺繍ポケットのね、悪玉菌を弱らせるインターベルだね。はい、じゃあもう一回。早いね。まず前歯からね。まず歯の表面。前歯はやりにくいんだよね。前歯で奥歯の表面。大丈夫だね。こっちの奥歯は？左の方がまだやれるんだけど。こっちの方がやりやすいの？うん。右になるとすぐ首を顔を動かしちゃって歯ブラシが出てきちゃう。本当だ。あ、本当だ。こういうことね。あえてスッと動かされると出ちゃうんですね。そうだね、スッと出ちゃう。なんか左は結構長いことできるんだけど、なんか痛いのかなと思ったり。いや、そうなんか悪い。確かにちょっとここ先ついてるってはついてるけどね、奥の方。ここつきやすいんですよ。でも多分こっちもついてんじゃない？同じように。なかなか。でも多分右の方が左の方がやりやすいから徐々には綺麗になってる感じ。そうですね。こんなに奥はなかなか見えなくて。まあでもね、奥歯この子たちの 歯の歯周病のあるところはね、奥歯と前歯の裏。前歯か。そう。前歯ね。ここすぐ前も首振られちゃって。ここになりやすいんですよ。だからまず歯の外側を表面やって、刺繍ポケット45度でやって、それから、ごめんね、ちょっともう一回舐めようか。お、めっちゃ来るようになってきた。大好きだもんね。めっちゃ来るようになってきた。そうだよね。そう、大きい。ただ、ここまでやってほしい。前歯がね、本当なる子多いんですよ。はい、すいません。大好きだね。急になんか急にテンションが上がってきたね。大好きだもんね。はい、お腹触ろう。セラちゃん何歳になりますか？4歳です。3月6日で、あと挑戦します。よし、
聴診では呼吸の音も心臓の音も正常になると思いますね。がお腹触ります。お腹も正常ですね。柔らかいのは正常だけど柔らかいですね。肛門腺があるとやるこれができるかな。中田さんちょっと来てくれる。ちょっとこっちで肛門腺やる。こちらにこちらにお尻向けてどう。いっぱい出る。出してないですか、お家で。ちょっと今回ね、この間トレーニングしてからシャンプーできなくて。すごいね、予想通り。いっぱい出た。もうちょい出るかな。よし。まあ、いいですよ。シャンプーは全部1ヶ月ぐらい？1ヶ月ちょっと。痛かった。ごめん。はい、なちゃんこれあげる。くれるって。はい、これ。はい、怒っちゃった。怒っちゃった。怒っちゃった。こんなんでそんなことぐらいで、はい、怒っちゃった。はい、あげるから。舐めあげるから。しょうがないな、怒っちゃった。そんなんで怒らないで。はい、怒ったね。どうこれ。よーし、中にあげる。みたいに今なんかちょっと抵抗してましたね。怒るのね、なんかちょっと一丁前に一丁前に怒るみたいな。もう嫌いまあ本当はでもこのトリミングとトリミングの間に一回出してほしいね。ちょっと出過ぎだよね。この間もそうだもんね。はい、じゃあシャンプーカットね。